ね、青ダミアンの、はい、ちょっとアームのところがね、屋根の見えにくいですけれども、先生あれは側面のあの挟む感じ、挟む感じで、はい、家がれきのその横に壁があるんですけど、それ今外そうとしてると思うんですよ。挟むタイプのアームが今取り付けられているんですね、はい、このアームは取り替えができるということですね。さて、これはメヒャの5号機ですね。そうですね、メヒャの5号機が、はい、メヒャの5号機は紫ダミアのところにあったんですね。ちょっとなんであそこに瓦礫をっていう疑問の作戦ですかね。そこにあれですよね、その行く道として、うん、あそこに瓦礫を解ける通らないのかな、こっちは。さあ、こちらのメハの5号機ですけれども、はい、5号機の瓦礫の除去はアームはどうなってるんですか、先生。アームは、あの、二軸の、三軸ですかね、三軸のアームになってますね。うん、結構細かい作業ができるみたいで、うんうん、あの、ファーストとかセカンドでも、あの、瓦礫を器用に乗ってるっていうのがありましたんで。先生、メヒアの付け替え可能なアタッチメントなんですか。ええ、なってるみたいですね。うん、あ、もう青色ダミアン。青ダミアン、抽出完了です。頑張ろう神戸、青ダミアンの救出が完了しました。お、青サイド、すべてのレスキュー活動を停止してください。紫ダミアン、あ、失礼しました、5号機ダミアンに対する危険行為のためイエローフラグです。青サイド、レスキュー活動の再開を許可します。紫ダミアンの上の瓦礫を、はい、してしまったんですね。